おはようございます。はい、というわけで今日はこの町からなんですけど、ちょっと探索裏でも進めてるんですけど、こんな感じで隠し桟橋を見つけたので、ちょっといました。秘密のお宝フィギュアあるよ。なんかボスキャラの698、398、39パー、6キュッパー。安っ。はい、どうぞ。このボスのフィギュアがもらえるという、購入できるショップを見つけたので、ボス倒すたびにここ戻ってこようかなと。輪ゴム、なんで輪ゴムの方が安いんだ。すごいしね。ちょっと猟奇的な見た目してるしな、こいつ。ありがとうさん。はい、ここには定期的に。あとね、ちょっと裏で探して、あの落書き水路全部 100% にしておきました。はい、なんかキノピオが水に流されて死にました。なんか水に浮いてるキノピオを助けたら、そのまま流されていって消えた。まあそういうこともいろいろありながら、今日は大海原に出航しようかなと。結構なんかキノピオがいっぱい戻ってきてて、ヒントくれるキノピオが配置されてるっぽいですね。海原行きます。あ、マリアさん、もみじ山でピチピチしてたところ助けていただいて、普段もう記憶にね、お前らカスの顔はなんて見分けられない。はい、行きます。クズの顔なんて、全員キノコじゃねえかよ。行きます。こういうなんか画面転換して、ムービーシーンみたいな時にアイテム映ることあるから、任天堂そういうことするから。ちゃんと確認してなきゃいけない。今、ぼーっとしてて見てなかった、ちなみに。なんで俺この爆弾やろうとさ、一緒に旅しよう。あ、こっちにもテープあんな。オリビア多層なしで行くの？テープ。神の力使えねえぞ。紫のテープっす。ここにもやっぱり紙テープがあったんですね。さて兄貴、大海原まで付き合ってもらってありがとうっす。お、飛び込む。実はオリビアさんを助けるためにある大事なものが必要。お前なんかあれだな、記憶取り戻した任天堂の社員だったことに気づいたのか。それがこの大海原のプリンセスピーチ号っていう船の中にあるはず。なんでお前そんなこと知ってんだよ。あれさえあればきっとオリビアさんを助けられます。さあ行くっす。お前なんか前作とか前々作とかで、前作とかで助けてくれたパートナーだったボム兵いたかな。ちょっと記憶がもう、はぁ、始まった。これミニゲームじゃん絶対。まっすぐ進むとでっかい船があるはずです。それがプリンススピーチが。ちょっとさ、あの勘弁してほしいんですけど、もうこれ絶対トロコンあるやん。加速移動、ブワーン。うわ、ちょっとこれ行っていいのか。あ、行けたわ。普通、僕の大事なものを海に落としちゃった。え、なんか海に落ちたものを回収するみたいな予算。ちょっとこれ無理だぞ。6兆年かかる、こんなとこでアイテム探索するとか。絶対まっすぐ行きたくないんですけど。なんか、ぱっと見敵いるけど、敵っていうか、なんか、ぷくぷくいるけど。あえて戦いに行った方がいいんか。なんか、これで、おぉ、めちゃくちゃいる。逆流してるやついると思ったら、まあ、ちょっとカットしますよ、それ。おい、イカだの、カニだの、タコだの、すげえいっぱいいるわ。まあ、これで。おぉ。おぉ。ここはカットしてるでしょうよ。いや、おぉ。朝だから声が出ねえよ。まあ、ゲッソ新しい新入りだから、ちょっと炙っちゃおっかな、バーナーで。やっあー強っ、効果抜群やろ。こいつも水属性はに火が効くという、大人になったら水に火が効くことが分かるんだ。やっほー、海産物は炙っちゃえばいいっていうね。子供には分からないだろうな、この気持ちが。そう、海産物はこうやってバーナーで炙ればいい。戻らん。え、これ遭難する、なんか普通に漂流しちゃうけど。レッツゴー。島とか、うわ、なんか急にこの FF 感。
FF だの、ドラクエだの。え、ちょ、ちょ、これ、なんかレジアイスいそう。ちょ、なにこれ。こんな意味不明な浮島あるか。裏側になんか入り口があるとか。あ、怖い怖い。これリバヤさんとか いそう。とんでもねえリバ、は、あ、怖い、怖いイベントだ。すごい霧だ。あたり一面真っ白だ。これじゃ進む方向が分からず迷ってしまう。これ以上進むのは危険です。困ったな。こんな時、カイズがあれば迷わず進めるんですが。そうそう、カイズといえば今より遥か向かい、おい、ちょっと待って、なんか、霧に入るとイベント起きるのかよ。今より遥か昔、ピオって名前の伝説の風名乗りがいたそうです。キャプテンピオの潜水艦ね。このでその伝説のピオが伝説のカイズでこのウーナバラを駆け巡ったって伝説がある。あの潜水艦がコンプ、すべてをコンプした後に潜水艦で行けるようになるってことここ。まあとにかく伝説だらけで、あれ、本当かどうか怪しいもんですが。伝説のピオのカイズでもない限り霧の中を進むのは無理ですね。それともカイズだけ別途手に入るのかな。ふーん、みたいな。ここでちょっと片鱗を見るみたいなイベントはないの。これ海ちょっと、なんか今後解放され、要素解放されそうな雰囲気はあるね。今じゃなくてもいいんじゃないかな、探索するのは。プリンセスピーチ号。ダンジョンっぽいっすね、これ。兄貴、あれがプリンセスピーチ号っす。紙テープ水中にね。ちょ、だって、紙テープ水中？マジか。まあちょっとストーリーに従いますか、なんかバトル島だの。霧の中のピオのカイズだの。いろいろありますが。カイズ広げてアドベチャーデンジャーフリー。俺があの有名な大型遊覧船プリンセスピーチ号か。怖いよ。確かクルーズ中のはずなのにこんなところに泊まってるなんて何があったんだ。乗っ取られてるやん。やべえ、セーブする。で、今回秘伝マシン要員はいないのかな。オリビアさんを助けるための大事なものは2階のビップルームにあるはずです。エントランスホールに直通のエレベーターがあるんで絶対直通できないし。これ船とかになんか隠しアイテムねえだろうな。キトさんみたいなのあるぜ、ここに。キトさん？調べる。プリンススピーチを、これもうどかんとか、あー。でもお前、キモすぎ人間がいるんだけど。あ、こいつら、かっこいいじゃん。普通に。確実ザコファッカーなんだけど、マジマザファッカー。これもしかしてあれかな、あの、あれ集めと、紙ペラ集めといた方が良かったかな。ちょっと裏コインがあるってことはいけるってことなんだが、あー、ちょっとここもしっかりしてるわ。てか俺でもね、目がねすげえ鋭くなってきて、めちゃくちゃ見逃しに気づけるようになってきたよ。もうピオハンターだから、破っちゃって全部食べます。そう、もう分かるんだよ、俺にはこういうのが。ヤッホー！ヤッホー！ヤッホー！バカ。レガブロック。で、こんなさ、初期装備みたいなもんがさ、まだこんなところに落ちてるんだ。勘弁してくれよ。そう、宝がね、意外に、キノピオタウンの宝どこにあるのかマジで分からん。まあまあ、ちょっと、おいおい、一パートに一箇所ずつくらいちょっと埋めていくわ、コンプリートで。そうね。まあ今日はその地下水道を埋めてきました。こちらになります。ほい。ににう、やっぱりひどいありそうだ。兄貴、この船は見ての通りかなり訳ありっすけど、まだ、その理由はまた今度お話しします。お前なんなんマジで。喋れよ、重要なこと全部。まあ、やばいことが起きる前にあの直通エレベーターでビップルームへ急ぐす、やばいことが起きるのね。おい、ちょっと探索したいよ。うんこがしてよ。おい、いるし、ピオがさ、もう、くしゃくしゃに丸めら、もうこんなピオにも一
一憂しなくなってきたんじゃないですか。こんなん見て、このゴミみたいに捨てられた。終わってる昨日。レゲイ死んだわ、絶命した。いや、びっくりしたっす。いきなりギャーとかやめてほしい。あれ、このキノピオ死んでる。この船の乗組員っすよ。そっか、恐ろしさのあまり叫んだまま気絶したのか。立ったまま死んでる。何このチンポみたいな。こんにちは。おい、めちゃくちゃあんですけど。現在地機関室らちょっと広いな。中も広いわ、これ。外だけじゃなくて。この間取り、何か変あんのか、この間取りでしか見えない。間取りでしか見えない隠し部屋ありそうだけども。兄貴、エレベーターでビップルームへ。ちょ、そんなことはいいからさ。おい、沈下すなっちゃった、俺。俺、沈下すなっちゃったよ。ブルーシンフォニー。どうせエレベーター登んなきゃ怖いことが起きる。ちょっと髪足りないんですけど。敵とかいねえ。キノピオいるぞ。おい、めちゃくちゃいる。ひどいあれします。すぐ目の前に海が見える。おしゃれでいい感じのラウンジだったの。めちゃくちゃいるんですが。なんでハートあるんだ。ダメージ食らう要素ある。何者かが正面の窓をどんどん叩いて怖かったよ。クラーケン的なのに、行かれたってこと。お、紙ペラ欲しかったんだよ、ちょうど。そんな回復しねえな。あー、これで使い切っちゃう感じ。あ、まあ、こいつらぶっ倒して。ぶっ殺してやるぜまあ、じゃあちょっとこれはカットしてると思いますが、ぶっ飛ばします。声出しついでね、これからぶっ飛ばさせていただく。なんぼ ?2回ってこと、こういうことね。まあ、リング操作も慣れてきたもんだね。兵法って普通の癖で倒せんだっけな。なんかちょっとか高くいきます。よっよっよっ。あ、全然倒せない。 BGM かっこよくない。ちなみに俺すげえ音量ちっちゃい。ムーチョ、あれお前兵法じゃないの。ムーチョってなんだよすげえなんかカリビアンなカリビアンな曲流れてるな。これカットしてないかもしれん。ムーチョって誰だよ。ちょっと待って、切れてる方ぶっ殺した方が良かったんじゃないか。よっ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 。でっ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 。あ、お前も攻撃してくれ。ありがとうございます。ガードは。おわ、めんどくせえ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 。なんかいろいろやってこう並び替えれない時も。カバーしてるシステムがあるんだ。なんかこのすごいシンプルなバトルに見えて、この輪っかのバトルのデバッグすげえめんどくさそうこの特に取り逃した時の再生列がすげえめんどくさそう、マジで。はい、それ最大値上がるかな。何ここ、ちょ、なんかむずいんだけど、どうやっていくねん。正面の窓、ジャンプできなくなるからさ、俺と喋ろうとしないでほしいんだけど。え器物破損。前回か、ただ開けれんのか。開けれそうだなって思ったけど。うわー、エレベーターでビップルーム。でもセーブポイントあるぜこれ。調べる。乗員通用口。あれ、ここがさっきのレストラン入れるわけ。うわー、ちょっとなんか入り組んでる。エレベーターでビップルーム。ちょっと待ってよ。あ、あと装備し直すわ。ちょっと靴がね、靴がムーチョ倒せん今の状態では。キラーアイアンブーツ。あ、でもブーツちょっとなくなってきたな。補給しないといけねえわ。ポイ投げ、まあこれはこんなもんでいいかな。ぶっ壊してやっかな。お、普通に近づいてくんだよ。ムービーだったぞあ、すいません、ちょっと僕も行きますみたいなすげえムービーだったんだけど、回避不能。
ちょっと待って、こっち行けんの？ちょっと、ここも見たいし。ああ、行けるわ、普通に。行けるとこ多すぎる。え、ボスじゃね？そんなことね。クラーケンとか出る。そうか、ここはそうか、あの時。兄貴、俺たちボムヘって何なんすかね。爆破するために作る。俺たちの人生なんて実に儚いもんすよ。だからこそどう生きたかが大事だなって思うす。まあこんなところ体って折り紙兵と戦ってる兄貴ならわかりますよね。急に自分語っちゃってすいません。さあ行きましょう。お前死ぬのか。ここでオリビアを助けるための何かを手に入れるために死ぬのか。でもこいつそういう雰囲気出しながら全然死なないタイプだよな、おそらく。俺もう死ぬかもしんないっすっつって絶対死なないよな。ダリー、ちょっと待って、これ進んじゃう。不可逆的にエレベーターでビップ行かねえ。いや、鳴ってるよな、やっぱり。勘弁してくれよ。どこやねん、これ。上の階層で鳴ってる可能性ある。めちゃくちゃ鳴ってるんですが。上で鳴ってる可能性ある。この乳首みたいなのは何？兄貴、今何か踏んだっす。ほんとだ、おい。いや、驚かねえよ。今更キノピオで驚かそうとすんなよ。もう無理だから。お前らクズなんだぞ。あ、乗組員か。ちょっとびっくりしたっす。気を失ってます。よっぽどショックだったんですね。ちょ、これ、言っとかなくていいの？俺の正義の鉄槌。この悪に。悪に対して俺の正義の鉄槌打ち込まなくていいのか。発見した扱い、踏んで発見した扱いなのか。兄貴、エレベーターでビップルーム。なんかちょっとやっぱホラーゲー的な雰囲気あるよな、このゲーム。ホラー映画的な、なんかホラー映画のその臨場感を参考にしてるというか。めっちゃピーチチューじゃん、こいつ。兄貴。おい、ガボンじゃねえか、兄貴。敵、口から敵を出す、ガボン。兄貴、助けて食われたっすわ。お前、誰からも救われた。おい、待って、ボム投げてくんね。こんなとこで散らすな、命を。あ、帰ってきた。普通に助かってるやん。戦う必要ある俺。ヤッホー、遅れてきた。金はいっぱいあるんだけどさ。ねね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 ね。あ、スターだ。スター俺一回しか取ったことないな、このゲームで。ねね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 。ハイパー黒人ゾーン。でかい船の操縦とか男なら一度憧れるっす。ねね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 ね。レバー。ああ、なんかいろいろ行けなくてこれをゲットしに来るみたいな下りがあったんだろうね。もういきなり来ちゃったけど。何のレバーっすか。こんな厳重にしまってあるなんてよほど大事なものなんですね。こんな大破壊していいんか。非常時だしね、調べる。電源入ってないけど難しそうな機械ですね。船の操縦に使うのかな。ここ取り逃したらめんどくせえな。取り逃してないこと祈りたい。船員の心、安全おもてなし、お客様第一。そういう、その手の施設じゃないだ。向こうに何か突っかえて開かない感じっすね。大体死体とかだよな。え、これ帰れんの？ちなみにこっから鼻噛みたくなってきたな。もうピオに反応しなかった。あ、下行けんのね。おー、いそうだね。うじゃうじゃと。エレベーターでビップルーム、多分エレベーター行けないからここを探索しようって話になるんだと思うんだよ。でもなんかこう RPG 脳的にはさ、こういうのを先に見ちゃうからさ、まず外れの道から見たくなるから。パッフー！あ、ポイ投げハンマー使ってもよかった。はい。あいつは何なんだ。恐ろしい。恐ろしい。恐ろしい。え、ここでも紙テープのボスじゃない？あ、キュニニ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 ニ。こういうとこ鋭くなってるんですぐ。にに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 。この隙間とかな。ちょっとハート取る。マックスアップじゃないよな、多分これ。
回復はなんかダメージ食らってからに残しといた方がいいかもしれない。穴塞がせていただいてありがとうございます、本当に。その宝物みたいに隠されても困るんだけど、穴。戦った方がいいか、こいつと。でも紙ペラ回復するからな。もういいか。敵全部倒すと何かあるみたいな。エレベーターでピップルもう戻れねえよ、エレベーターのところに。何ここ。ああ、なんか通り過ぎたらなんか覗くみたいな。海流族がの覗くみたいな、そういう感じ。特にないけど、ね。ちょ、ベップルーム行きてんだけどさ。ベップルーム。セーブポイントだ。おいしょ、ちゃんとしたダンジョンだよね。これ取り逃すよ、絶対。またハートだ。ちょっとこれ取らないでいい。マックスアップハートじゃないと思う。なんだか怪しいっすね。クランク入りそう。でかい機械だけ念入りにスカスカにされてるみたいな。ということはまだこの近く。やっぱり出たな、折り紙兵。上から来るなんて脅かしやがって。お返しお前らなんかくしゃくしゃに折りたたんでやるぜ。この兄貴がな。やっほーやっほーやっほー。やばい、飯も食わずに朝から収録してっから腹減ってきた。金アホみたいにもらえる。にに、にに、にに。はい。にに、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 にに。これクランク使うやん。どう考えるの。穴が開いてるっす。え、これ。あ、電力が止まってるってなって多分電力つけに行こうってなったんじゃないの。まあこれで電気起こせそうですけど。お、あのレバーがぴったりヒットで終わり。発電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 、あ、うーん、が明るくなったら敵見えるよ、見えないものが見えるようになっちゃう。おお、電気がついた。そっか、電気がなければエレベーターも動いてなかったっすね。これでビップル、まあ、エレベーター見てないけど。エントランスソースに戻りますか。あ、なんか。なんだ、怖い怖い怖い。あれ、この揺れ、まさか。兄貴、やばいかも、ビップルへのエクソグス。大事なものを取ったら早いとこ、この船からおさらばしましょうぜ。あ、これ通れるやん、普通に。何も失わずに手に入れたものなど捨てる。くれてやれ。そんなものはいらない。もうめちゃくちゃいるし、バカが。バカ発見。おらい。マリオさん大変です。緊急事態発生。私はずっとここにいたので詳細がわからないですが、とにかく緊急事態みたいです。今までどれだけの猛者と戦ってきたの。ああ、やっぱりね、こう見えちゃうっていう。クラーケンっぽいね、なんか。まあ、もう明らかにこのスペースはその外に何かやばいものが見えるという下りのためにあるスペースだもん。この黒いのいよいよやばいっす。兄貴早く。暗黒兵になってるんだけど。敵の質変わる、これムーチョ、タンビラムーチョみたいになる、こいつ。おい、なんか変わってるけど。スルーした方が後々強くなって帰ってくるみたいなシステム、もしかして。イカスミ兵になってる。ビッグクラーケンですか、こいつ。このボスは多分。え、でもなんかそんな自然災害と戦うの俺。普段のマリオみたいだな、まるで。自然災害と戦うんじゃなくて、もっとこう人為的な何かと戦う感じのストーリーじゃありませんでしたっけ、このゲームって。マジで、ね、ほんと一発でコンプリートしてえの。ほんとに。マジで一発でコンプリートしたい。ニニ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 ニがいっぱいある、ニニが。え、あれ折り紙帝国の印が、あれこれピーチピーチの仮面か。マックス、あ、これ先取ればよかった。もうめんどくせえやつらの火力がね、足りなすぎてほんときつかった。一番最初に上まで見とけばよかった。あれ敵なのね。おお、ファイヤーファイヤー兵がいるんだけど、うん、ファイヤー原ファイヤー兵がいる。行きます。え、でも今回マジで 何者でもない。すげえ出てるけど、ちょ、マジ何者でな、お前誰、なんで俺普通にこういう原生生物と戦わなきゃいけないの。まずい、もう近くにいるのか。
そこのドアがビップルームです。早く。あれ、はてな、叩きます、鳥。あ、叩けない。あれ？あ、ブーツだ。ブーツが足りないんだよね。なんかジャンプ力俺ナーフされてね。開ける。開かない。ちょっと待って、え？ちょっと待って、無理無理無理。あ、いた。バカみてえなやつが。引っ張る。もうそんなに引っかかってなさそうだけど。窓からいきなり黒い液体が入ってきたんです。洗いたい洗いたい。でも水に濡れるのは嫌だ。そういう気持ち。気持ちいいなんだけど。これ、向こう側から抑えられてたわけ？ボス戦ですか？兄貴、あの黄色い箱っす。はい。まあ、そんな簡単にはいかないと思いますけど。回復ある。まあでも俺、食らってねえかな、まだ。セキュリティボックスに入れてロックしておいたんです。暗証番号は。画角が。はい、あ。おぉ、めちゃくちゃ殴れる。おい、なにこれ？え、これ、リアルフィールドで戦うの？何すんだ！リアルフィールドで戦う感じですか、こいつ。兄貴、大事なものが奪われちまった。あいつは多分、選手の甲板っす。追いかけましょう。リアルフィールドっすね。これ、このまま降りれんのこっち。降りれねえよ。おか。やだ。セーブはいいっすか？うるせえ。セーブしてたら言われなかったのか。賢いな。任天堂のゲーム。そのぶち割ってきたガラススカスカだったらいいとかする？え、これなんかリアルファイトじゃん、絶対。あの、ダイス、ルーレットバトルじゃないぞ、こいつ。この先っちょについてる感じ。え？いや、ルーレットバトルかもしれん。あいつ俺たちが束になっても叶わなかった手強いやつっす。目とかにもあるから。兄貴に託します。オリビアさんのためには頼んだっす。お前何もしねえな、マジで。あ、やっぱそうだよ。ああ、なるほど。縄跳びして、落ちてきたところを、叩けということに。ねえ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 。すげえ、ちゃんといろんなゲームやらせるやん、このゲーム。あのバトルだけじゃなくて。いろんなアクションゲームさせられる。めっちゃ来る。足りない。ちょっと2連で来たら無理なんだが。おい。これダメージ入ってんのかな？おい。目もいるけど、目も殴れる。すげえいろんなゲーム。ああ、これで機動力を下げてくるってことね、俺の。おいよ、ぶっ倒してやるぞ。ああ、やばい。痛い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 痛すぎ。もう食らって無理やり殴ろう。10ダメージ生贄にして殴れる。金めっちゃくれるんだが。おい、回復もめっちゃ落とすしな。おい、そんなにハードなボスではないな。やっぱスプラトゥーンの棒気持ち悪いな、こいつ。宇宙船じゃね。いける？おい、ピオの音がする。おい、こんな時にピオなんか助けてる暇ねえぞ、マジで。どこ殴ればいいんだ、次。痛い。この、あ、普通に本体殴れんのね。これ、ハリボテやん。なんか、超自然生物ザイガスかと思ったけど、普通にこいつハリボテなんだが。行かない。普通に殴れる。3回殴る。任天堂のゲームは3回殴るって相場決まってんだ。危ない。ちょっと思ったより食らっちまったが、特にノーダメージボーナスとかもないし。え、3回じゃない。4回。折り金は4回なのか。おい。まあ、殴るタイミングはあるしね。待つしかないね。こういう。大縄跳び好きだね。
これ端っこで消えるんだ。ちょっと喉が終わってきた。喉がカスカスになってきたんだけど。やばい。4回でした。ちょっと普通にこうフィールドでの戦い、あんまりちゃんと、ああ放たれた。いっぱい吸収されてる。もうめちゃくちゃやん、こんな。ああにににににしちゃった。兄貴ー、あ、お前か。さすが兄貴、絶対あいつを倒してくれって信じたっすよ。セキュリティボックスも無事っすね。それじゃあ暗証番号と。早い。お前は大事なものの箱をゲットっす。ゴリラの浅漬け？これでオリビアさんを助けられますよ。それ何？導火線？もしかして。マリアさん、ありがとうございました。プリンセスピーチ号の船長です。ボスゲソの体の中はこう暗くて怖かったけど、泣きませんでしたよ。えへん。乗船していたお客様には、先にボートで逃げてもらえば、声カスカスになっちゃった。お客様第一ですから。乗組員もお客さんもみんな助かってよかった。これも兄貴のおかげですね。さあ、俺たちは風当たりだに行ってオリビアさんを助けましょう。まあ、このお宝はどうやら今手に入らないみたいです。マリオさん、ボートで逃げてもらったお客様を迎えに行きたいのですが、霧のせいで出航できません。霧が荒れたらこちらまで知らせに来ていただけませんか。よろしくお願い。まあ、こう言われるってことで、こうやって。まあ、これでも霧が晴れた時に戻ってきたらお宝手に入るよ、みたいな、そういうことね。はい。それならそうと早く言ってくれ。俺普通に20分くらい探索しまったぞ。それならそうと早く言ってくれねえと。行くか。出航しますか。ボブ兵はここで死ぬのかもしれない。お前は爆発して、覚悟決まったか？今まで散々。まあ、お前なんか導火線のないボム兵だったしな。爆発したくてもできなかったのかもしれない。もしかしたら。おい、爆発しろよ。兄貴、理由も聞かずに俺を信じて大海原まで行ってくれてマジ感謝っす。あの船で何があったのか、そしてビップルームにあった大事なものが何なのか、すべてお話しするっす。お話しします。オブラディン号みたいな。あれは仲間のボム兵たちとプリンセスピーチ号で船旅をしていた時のこと。俺たちはビップルームを貸し切って大いに旅を楽しんでいました。すると突然海の中からあのボスゲッソーが現れビーチ号を襲ったんす。ボム兵めっちゃ起爆。こいつ殺すためにみんな突っ込んでったってこと。体を張って戦いました。その時、お前だけ火ついてないな、導火線に。あ、お前ついてるやつが切られたの。俺は頭の導火線を吹き飛ばされ大海原に投げ出されたんす。めっちゃ平べったいな。海に落ちたショックで記憶を失った俺はやがてキノピオタウンに流れ着き、あの時みんなと一緒に自決してればよかったっていう記憶を思い出したのか、記憶を取り戻すために自分探しの旅に出たというわけです。悲しき過去、ボム兵に悲しき過去。そしてあの時オエドランドで兄貴たちと一緒に見た花火、あれでボスゲッソーとの戦いを思い出し、すべての記憶が戻った。仲間たちが散っていく姿を花火に重ねて思い出したってことか。結構えぐいな、お前。えぐいよ、ストーリーが。でも記憶が戻って本当に良かったっす。オリビアさんを助けるための大事なことも思い出せましたからね。若くして故障でスクラップになった俺の幼馴染。その忘れがたみとしていつも持ち歩いてたあいつの動画さ。めちゃくちゃ悲しい企画あんじゃん、お前。お前さ、俺今からこいつのさ、ケツぶっ飛ばしてぶっ飛ばすんだぞ、この岩を。あのビップルームに置いたままにしてたんですよ。めちゃくちゃ悲しき過去言うじゃん。兄貴、もう決まってるじゃん、覚悟が。最後に大事な仲間を助けることができるなんて、ボム兵病理に尽きるってもんす。これでついに幼馴染のあいつと一緒に、一人前のボム兵になれる気がするっす。お前こんな業深き生き物すぎるだろ、ボム兵。掘り下げるなよ、こんなところ。子供向けのゲームで。兄貴。普通にマリオの世界で、なんかスマブラとかでもうボム兵投げれねえ。スマブラじゃねえや。マリオカートとかでボム投げれねえだろ、もう。兄貴とオリビアさんと旅ができて本当に楽しかったっす。ありがとうっす。ごめん。
し自決するとこ見せるなよ、こんな粉々に弾け飛ぶ姿を。めちゃくちゃ悲しい。うん、オリビア大丈夫なの？ちなみにもうマリオカートできねえよもうニンテンドーのマリオのゲームできない。ボム兵のこんな悲しき心情について聞かされたらぶん殴るの。しかもこの雰囲気の、この悲しい雰囲気のオラじゃん、マジかよ嘘でしょ。わ、マリオさんが助けてくれたの、ありがとうございます。悲しい、もう重くて重くて苦しくて苦しくてとても辛かったですわ。あ、すごい、あんな大きな岩が粉々ですわ。いなくなったんだよ。一体どうやって、まるでドッカンと。はっ、そういうことだ。ねえ、ボムヘイさんは？さっきから姿が見えないですわ。マリオさん？まさかボムヘイさんが、あのドッカンとあの岩、そんな、そんな、そんな、そういうことだ。風抜けるトンネル。お、またもお客さんだ。ここがチョロプの穴だよ。さっきちっこい女の子がすごい勢いでここを通っていったよ。死んだよ、おめえは死んだ。金、土の中からいろんなものが出てくるな。穴掘りやめられねえな。女の子泣かせたらダメだからな、この女の子泣かせ。おめえは死んだよ。このノリでもう探索するのめっちゃしんどいんだが岩の中にも3年、よくぞ見つけた、これをやろう。カレーもうちょっと待って、めちゃくちゃ厳禁な洞窟やらせるな、こんな厳禁な洞窟開ける、すげえ厳禁なんだけど。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーとシルバータイムプラスもらえますけど、お宝、あ、お宝チャイムだ、これありがたいっすね。でもお宝、まあお宝割と見つけやすいところに、あ、でもキノピオターンってたっけ、すげえ金なんだけど、なんでこんな金の洞窟やんなきゃいけねえんだよ。なんでもかんでも金で解決、新しいの入れておくよ。はい、でもこ悲しいよ、おめえは死んだんだ。いや絶対キノピオだよ、もう宝はいらん、マジで。紙ペラソーでちょっと桜戻すか。あれ、メンバーズカード、あ、2個装備できるんだ、これメンバーズカード装備しとこう。やってるもんいかがすか、はあ、ブーズだけ買っとくか。するんだ、もう任天堂のゲームプレイできねえよ。全員覚悟を決めて人生をかけて突っ込んできてるボム兵のこと考えたら、もっとギャグ的な表現で爆発してるのかと思ってた。おお、外で指名手配犯が走ってる普通に。くそくそ、ボムヘイさんが私のためにいなくなっちゃった。こんな悲しい気持ちのままで私も旅なんて続けられない。一発気合い入れてやるか。
脈のやつさんがいなくなっちゃった。一発気合入れてやるか。おい、吸収される。やっぱり折り紙はもうぶん殴りやね。直すしかない。しなびた折り紙なんだな。おい、めちゃくちゃ吸収される。ここの吸い込みやべ。すいません、本当に悲しい。マジで泣いた。泣きながら実況してるんだが、それはそれとして俺は旅を続けなければならない。金も集めな、金も稼がなきゃいけねえんだ。俺は肩上げそうだな、やっぱり金もう本当にクソみたいなやつしかいない。俺は金だみたいなやつ。あ、どうも、めちゃくちゃ金なんだけど。見つけても見つけなくてもどうでもいいやつ。キノピオですらないこいつら。クズ、地中のクズ、地中のクズからお恵みを、投げ銭をもらって生きていく。痛すぎ。マジかよ、もう全然あれだし、なんか焚き火取ってきてちょっと温めてあげるとかそういう感じじゃねえし全然。え、俺ってどこ何を見た。なんか見えてる、宝が見えてんだよ、宝が見えてんだよな。おー、めちゃくちゃ金なんだけど、この洞窟。すげえ金の洞窟だ。金ちょっとマジで金しかないで、こんなさ現金な洞窟やらせんの。ゴリラのぬか漬け、これが見えてたの。これが見えてたわけじゃなさそう。まあ、これが見えてたのかな。大事なものの箱。え、てかさ、導火線スクラップにされたって。あ、まあそっか、友達なんかそのロックオンストラトスみたいな感じで補給、ボム兵もう一匹補給されるのかなって思ったけど、僕が友達のボム兵ですみたいな。僕がスクラップにされたボム兵ですみたいな。でもスクラップにされてるから、まあ無理か、さすがに。なんか普通になんかボム兵としてのキャラは継続するのかと思ったけど、別のボム兵になって。いや、明らかに見えてんだよな、ここ。こんな探索でいいんか。大きな岩。おい、めちゃくちゃ植え付けてくるやん。なんか、もう終わったものめっちゃよっこしてくる。ちょっと、トラウマをえぐるなよ。もう、爆発してさ、死んだのに、あいつは。これがボム兵が砕いた岩だよ。これがボム兵の友達がスクラップにされた導火線が入っていた箱だよ。見せんのか、そうやってオリビアタンに。すげえ、なんか、えぐってくるわ、古傷を。ここも砕けそうだ。金金しかない、もうマジで。何この洞窟、マジで現金な洞窟。おお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 、なんかよ、表ででっかい岩がぶっ壊れたみてえでよ、破片が散らかりっぱなしなんだよ。みんなで片付けたとこさ、岩がこんな風に粉々になるなんて一体何があったのかね。死んだんだよ、悲しき生き物が。兄貴、おい、なんか上昇の奇妙な冒険みたいになってる。兄貴、オリビアさんかなり落ち込んでるみたいっすね。このままじゃ助けた俺も切ないっす。死ぬ間際の成仏するくだり。でもオリビアさん、兄貴ならオリビアさんを元気づけてあげられるんじゃないっすかね。ほら、あれがあるじゃないっすか、テプラネタのあれっすよ。おい、腹ボテーやんの。嘘だろ。さあ、もう一度オリビアさんのとこ行って、いつもの笑顔に戻してあげるっす。成仏しろよ、お前も。ほら、鉄板ネタやってっからな。え、これ、もう吸い込まれればいいの、ここに。嘘でしょ、ここでやんの。え、で、しかも結構選択肢あるんだけど、おい、猿とかできる、猿もできるぞ。できるんか。嘘だろ。おう、人間のクズ、サルサル、人間のクズ、サルサルサル、ゴリラのぬか漬け、ゴリラのぬか漬け。おい、嘘だろ。
そのペラッとちょっとさ、やってるねーみたいな、大将やってるねーみたいな、のれんみたいな感じでさ、手をくぐるなよ、のれんを。できるな、ここでボケれるようにするなよ。おい、めちゃくちゃボケれるんだけど、すげえ、やっぱ任天堂って結構鬼畜なんじゃないか、やはり。ここで選択肢あるの、こののれんの、のれんがさ、上がってさ、下がる下りがさ、できるのおかしいだろ。ちょっとやっぱ鬼畜だよな。そんな選択肢用意するなよ。ちょっとやっぱボムエイだの、ルイージなのさ、ちょっといじめてもいいと思ってるだろ。はい、どうだ、これでのれん上がるか、ちゃんと。ほら、ここ目がいっちゃってるもん、完全に。もうずるいですわ、マリオさん。そんなので無理やり笑わそうだなんて。めちゃくちゃ細かい、動き細かいな。でもありがとう。すごい、オリビア多層のさ、動きめちゃくちゃ凝ってるよな、モーションが。おかげで気持ちがふわっと軽くなりましたわ。そうですわね。こんなところでいつまでもメソメソしてたらダメですわ。そんなのきっとボム兵さんだって望んでいないはず。私頑張る。必ず兄上を止めてみせます。マリオさん、改めてよろしくお願いします。よし、早速黄色の紙テープに向かって出発ですわ。ちょっとマリオさん、被り物が邪魔で入れないです。セックスみたいなもんだよな。普段からマリオの乳首とかに生息してる生き物だろ、お前。亡霊はどうなった？もう、あ、もう押せなくなってる。本当に死んだの。そうそう、このトンネルを抜けて紙テープを目指すんでしたわね。よし、張り切っていきますわよ。あれ？なんだかボム兵さんが近くにいるような。そっか、ボム兵さんは私たちの思い出の中で見守ってくれてるんですわ。ボム兵さん、私頑張ります。調べる。マリオさん、どうしたの？行きましょう。祈って、こう黙祷していくんだよ、ここでな。ありがとう、ボム兵。お前の念は忘れない。じゃあな。ちょっと待って、コンプリート率だけ 見させてくれ。チョロプの。チョロプの穴。風抜けるトンネル。オッケー。キトピオいんのか、ここ。オッケー。キトピオ以外オッケー。じゃあな、ボムヘ。安らかに眠れ。レストインプレス。ん？ちょっと待って、キノピオが反応している。いや、反応してないのに、いるはずなんだが。ちょっと待って、待って。まだ続くのか、これ。はい。あ、ペリペリだ。おい。ゴリラのぬか漬け？あ、長え。ちょっと待って、長い。こんぐらいにしとこうかな。つけられてる。まあでもキノピオだけいるとしたら、はマリオさん、助けていただきありがとうございます。キノピオモーターズのエンジニアでメカニックのセールスマンのキノピオです。助けていただいたお礼にそちらのブーツカーを差し入れ。ブーツ 2000GTR 最高出力150よっしー、最高速度カットめー。なんでこんなイカれた乗り物乗らなきゃいけないんだよ。お前こっち親族死んどるやぞ。おい、森服させろ、カット150ヨッシーじゃねえんだよ。ヌンチャク、ヨシザウルスヌンチャクパス150匹分とかとんでもねえパワーじゃねえかよ。こちらとキノピオモータースが開発したブーツカーの最新モデル。この先に広がる広い焼け砂砂漠を素早く快適に移動できますよ。さらにターボチャージャーによる優れた加速を楽しめるカットビモードも搭載しております。日本車なんか目じゃありません。一番気に入ってるのは値段だ。あ、お客さん！そうそう、オーナーの証としてこちらもお持ちください。ブーツホイッスル。焼け砂砂漠で使うとブーツカーが呼び戻せる。そのホイッスルを吹けば乗り捨てたブーツカーをマリオさんの元に戻せます。さらに砂漠使用者のため、焼け砂砂漠以外では呼べないのでご了承ください。それでは早速ご乗車く。お前、こんなさ、マジで終わってるだろう。世紀末みたいな BGM 流すなよ。ドゥル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 みたいな。もうめちゃくちゃじゃねえか。
お、さすがコックピット姿が様になってますね。L で移動しながら絶対あるカットモードになります。折り紙部屋壊せるものなら蹴散らしながらカットモードとても気持ちいいですよ。日本じゃなんか目じゃありません。それではいってらっしゃいませ。ゴー、ブワー、全然カットません。お、いるじゃんここに。お前もうキノピオがいるからさ、それどころじゃねえんだよこっちは。金、お、めちゃくちゃ金もらえる。そういうとこじゃないの。キノピオ見つけなきゃ。私がおられてな、スコップ、シャベル、どっち？オッケー。これで心置きならカットをせる。うわあ！ブワー。お、めちゃくちゃパワー系のゲームなんだけど、やっぱり。で、こんなさ、150ヨッシーの車乗らなきゃいけないんだよ。死んでんだぞ、こっちは、マジで。親族が。ここが砂漠、意外と暗くて涼しいんですわね。砂漠ってもっとお日様ギラギラみたいな感じだと思ったけど。まず終わってるわ。マッドマックスみたいな。マッドマックスみたいな BGM 流しやがってよ。行くぜ。車必要なのかな？おぉおぉ来たー。結構ビッグフィールド。お前、これどっだけ収集要素あるんだろうな、このマップに。広い。これこれ砂漠っていうこういう広いイメージですわ。でもマリオさん、やっぱり砂漠にしては暗くないですか？もしかしてあのお日様の機嫌が悪くて真っ暗、怖っ。めちゃくちゃ、あれみたい、テラフォーマーズの規制された部分みたいになってる。え、真っ暗っていうか真っ黒。もっとよく見たら真っ黒っていうか、お空ごと穴が開いちゃってるみたい。お日様の代わりに穴が開いてるなんて随分変わった砂漠ですよね。でも一体どうやったらあんなところに穴なんて開けられるのかしら。これやっぱボス任天堂だろこれ世界の外側と戦わなきゃいけないだろこれ。まあこれぐらい涼しい方が過ごしやすくていいのかも。お空の穴も気になるけど、まず紙テープの方に行ってみます。ドゥル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 。センサーがどうたろうこと言ってたの。焼けすの大砂漠です。暑くないです。なんでこんな暗いの。透明スーツ。おい、もうマジで性犯罪を起こせるアイテムが手に入ってしまった。ピクニックロードのセンサー研究所。ちょっとカロンと戦ったことないけど、ドゥン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 、シャーマンキングみたいなビジュアルだ。砂漠だね。これ踏んでも効くのかな。まあハンマーとかでいっとく。あ、ホイ投げがねえわ。ホイ投げが、まあ、一番火力高いので、まず初見の敵だから殴ってみようかな。ヤッホー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 。砕けてるけど、とりあえず。あれ死んで、あー、これ復活すんのかな。バトル終わって安いしな、なんか値段が。復活するじゃんこれ。マジか。金いる？にににに、もう車で引いちゃえってことこれ。こんな戦う価値のない生物は。車ごと落ちたらどうなるんだこの穴に。そういう罠だよ。うわー、テレサいるし、なんでもかんでもいるな。ちょっと待って、これ効くぞおい、気が狂ってしまう。サボテンダーみたいなやつもいるし。おいおい、ちょっと無理だ無理だ。ちょっと次パートにしたい。マジで次パートにしたい。サソリだ。ヤッホー。折り紙に毒はありませんのでご安心を。やってられんのこんなに。あー、後ろ向いてると来るやつね。いや、だからマリオの敵一匹一匹にさ、ボム兵とかにあんな悲しき過去つけられたら、もうマリオのゲームできないよ。普通にだってぶっ殺し、穴に落ちるためだけに配置されてるボム兵とかいるからな、マリオのゲームには。キラキラブーツ、あ、トゲは苦手。ちょっとあんま戦いたくないな。ここ抜けそう。あー、やばい、キー来る。でも普通に行けるわ。おい、敵が多すぎる。ちょっと、おい、ぶっ通すぞ。おい、ぶっ通すぞ。おい、ぶっ通すぞ。殺すしかない。
なんかやっぱイントロシャーマンキングっぽいよな。なんか属性攻撃しか、一応お化けだけど、まあ折り紙だから何でも効きそう。はなるほど、そういうことしてくるんだ。消えるっていう、かわいいなこいつら。イヤッホー、オッケー。バカ幽霊はこれあれだね、一時停止で見れねえこいつら一時停止に盗み見できないっすね。ねね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 ね、おちょっと待って、これどこまでやる今日。セーブポイントまでやりたい。これ何、気になる地面でさ、叩いても何もなさそうですけど、ジャンプか。ジャンプと俺ぶん殴り屋だからさ、気を殴りしかできない。強靭な脚力でジャンプすることと殴ることしかできないんだ。ん、おいちょっとセーブポイントは、めちゃくちゃ金ある、これ金金金金やってらんないよ。あ、アイスフラワーだ。あんま戦いたくないな、こいつら。めんどくさいから、バトルが。かわいいな、この折り紙の挙動すげえ凝ってるな、このゲーム。あー、こいつは倒さなきゃいけないやつだ、多分。鈴鳴ったし。いや、やっぱシャーマンキングだよな。このイントロがマジでシャーマンキング。でね、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 でね。読みがードゥ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 だもん、だって完全にセンサー犬行ったら終わりにして。ほらサボテンのトゲで破れなくてよかった。破れたら終わりなのお前、俺たちは。きつい生命体だな。カフェとかでやってほしい、センサー犬だった。お、カフェだ。ちょっと一息つきてんだけど、セーブしたいなー、どっかで。まあ、スイッチあんまセーブとかしなくてもいいゲームなんだが。誰？ジョイマン？でかすぎ！お前がちっちゃいすぎるのか。こんにちは。こんにちは。メガうまコーヒー。なおさ、こっちでも一杯頼む。でかすぎ！おん、これで足りるかな。めちゃくちゃ生きとるやん、この栗。ぶっ通すよ。わあ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。お前、なんでこういう軍隊すげえいっぱい出してくんの、キノピオしかり。おい、俺の分も残しといてくれよ。なんでこの気持ち悪い映像を見せるためのカフェなの、ここは。すげえおぞましいんだけど。おな、もう、悪趣味だよ。ニンテンドーマジで。マスター、もっと大きいカップはないの？なんでこんな悪趣味なの？こっちの？さよなら。おい、マジ、何この施設？なんなん？本当に訳がわからない。気が触れてる。なんでこんな、ここにこれを設置、この気持ち悪いカフェを設置したのかと、マジでわからんわ。セーブポイント来てえな。おわ、ひれえ。おお、なんかあるぞ、この、この城。なんか新アイテムが必要なのか、これやるには。何この鳥、ちょっと殴ってみる。あー、なんか謎解き系だこれ。全員内側向かせてみる、とりあえず。なんかあるんだろうなこれ、なんかあるんだろうけど、どこか正解を見ないと分かんねえ、どう並べ替えればいいのかが。とりあえず全員内側に並べ替えていくか。何が正解かわからんが。あ、ゴリラのぬか漬け。うわー、車消えたおい、ほんとオリビアとその、お、めっちゃライブやん。あの、あのぼ、なんだか私は呼んでるような気がします。アイドルになるの。え、車消えたんだが、俺の。おい、あ、あったじゃあ、あのハテナブロックも行きたい。この棒を目の前にすると、私の中で熱い何かが込み上げてきますわ。マイクテステス、チェックワン、ツー。では、リクエストお願いします。ギンギンモリモリ川の流れのごとく。ギンギンモリモリってあれか、あの、
森で一番最初ジジイが歌ってたやつか。え、歌えんのお前。ちょっと歌ってもらおうか。命がモリモリモリ、なんかギン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 、悪魔しかったあの頃みたいに生かすわ。長、ここのロングトーン長えな。そういう季節はリクエストお願いします。川の流れのごとく。うよう渦しぶき、人生という終わりのない川、流れに任せて生きるのさ。オリビアとその可愛いモーションが見れる施設なの、ここは。気合入りすぎたの、マジで。おい、本筋に関係ねえところですげえ気合入ってんの。え、それだけ？そのライブステージ。曲をもう一回聴きつつ、オリビアとそのマリオの愉快なダンスを見れます。とんでもねえ施設だ。遊び心、ニンテンドーの。このキノコの残骸だけ拾いつつない。これ奥にある祭壇が気になってます。きっと大事な場所に違いないです。特に何の謎解きもなく、正解なく。ノーヒント。まあ別に見つけられなくてもいいけどさ、見つけられなくてもいいんだけど、見つけたら面白いみたいなね。コンプ要素ですらないし、これで帰れるようになりました。セーポイント行きたくね、さすがに。あーでも穴見つけちまったから塞がなきゃいけない。病気だから。なぜなら俺は、ねね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 、ちょっと今日こんぐらいしといていいか。ちょっと砂漠はさすがに今回一発で探索無理だろ。ちょっと俺が編集ができない。そう、ちょっと動画の編集がね、こうやんなきゃいけないから。これなんでしょう、何かの台みたいな。お日様が描かれてるみたいに見えません？違うかー。ちょっと芸人みたいなさ。乗りツッコミしないでもらっていい？闇の太陽が。セーブしたい。調べる。ほら、お茶碗砂がいっぱい入ってるから丼かしら。ちょっと何か置いてみます？ドンキコング。それ置いても意味がなさそう！今何かを捧げれば何かが起こるよという。うん、書いてね。どれどれ、何これ、見たことない謎の字で先生。お前、マリオ語みたいなのあるだろうよ。マリオ語みたいなの文字かと思った。なんて書いてあるかすごく気になりますわね。じゃあ今日こんぐらいしときますか。じゃあ、さよなら。いろいろ大変なことあったな、このパート。